皆さんこんにちは週末とといいうう言葉を聞いたここあるでしょうかこれは一種の歴史観なのですが人類歴史には最後の時がある最後の審判があるという考え方で聖書を根拠とするユダヤ教キリスト教など一神教には共通して見られるものです。聖書を見ますと ペテロ第2の手紙3章12節では「その日には天は燃え崩れ天体は焼け伏せてしまう」とあります。またマタイによる福音書24章29節では「その時に起こる観難の後たちまち日は暗くなり月はその光を放つことをやめ星は空から落ち天体は揺り動かされるであろう」と 書かれていますそして多くのキリスト教徒はこれらを文字通り信じているわけです。さてそれではこのような歴史の終わりは本当に来るのでしょうかあるいは聖書の多くの重要な部分が比喩や例えで語られているようにこれらの聖句は別の何かを比喩したものなのでしょうか。また 人類歴史が終末を迎えるということですがそもそもこの人類歴史とは何でありどこに向かおうとしているのかそのことを解明した上でこの終末という言葉が一体何を意味するのか今日は皆さんと一緒に考えてみたいと思いますこの問題を考えるにあたっては まず歴史の出発点すなわち神が秘蔵世界を創造された目的や堕落とその結果についてもう一度簡単に振り返ることが必要です。人類思想であるアダムとエヴァは神の真の愛の中で育ちやがて神の心情や愛を対立した人格の完成者となってその上で 祝福を受けて結婚し罪のない子女たちを持つはずでしたそして彼ら自身が誠の父母となって神の実体である理想の家庭を築くはずでしたその家庭が子族民族国家へと発展していけばそれがまさに地上天国であり人類は神の誠の愛と生命と 血血統を受け継ぎ永遠に神神が直接主観されるるの血族となるはずでしたところがアダムとエヴァが未完成期間に天使長と不倫なる血縁関係を結ぶことによって天使長はサタンとなりアダムとエヴァは悪の先祖となってサタンを中心とした悪の世界が始まりました。 つまりこの世界はサタンの血族になってしまったのですこのようにサタンはインランの神になりましたですから神はインランを最も憎みます聖書に出てくるソドムとゴボナの町もインランで滅びローマ帝国をはじめ国家の栄光・聖水もこのインランの問題が深く関係しました アメリカヨーロッパをはじめとした現代社会においてもこの不倫や青少年の隣落あるいは家庭の秩序の崩壊が深刻な社会問題となっているのです。さてこの罪悪の歴史は人間にとって悲しむべきものであるだけでなく神にとってもまた悲しい歴史であることを知らなければなりません。 愛する子女を失ってまたお一人になり子女たちは自分の親が分からず互いに傷つけ合っているのです。それでは神としてはどうすることができたでしょうか失敗したすべてのものを破壊し消滅させてもう一度最初からやり直すというのはどうでしょうかそれは、 でできないのです神は天地創造に際してはご自身を完全投入され最高の生成を捧げてなされましたまた神はアダムとエヴァを愛しやがて生まれるアダムとエヴァを喜ばせたい一心で天地を創造されました全ての秘蔵物には神ご自身も忘れることはできない愛の因縁があるのです。 そして何よりも一度神が立てた愛の理想を完成させるという神の身旨は永遠不変のものです。従って神はこの罪悪世界を必ず救わなければならないという結論に達するのです聖書に神の救いに対する決意を述べた聖句があります。 イザヤ書46章9節から11節で「私は神である私のほかに神はない私は神である私と等しいものはない私は終わりのことを初めから告げまだなされないことを昔から告げて言う私の計りごとは必ずなり我が目的をことごとく成し遂げる」と語っておられるのです。 では神の救いとは一体どの程度でなくてはならないでしょうかそれは言うまでもなく完全なななものでなくてはなりません水に溺れた人を救うということは溺れるる以前の立場にまでで復帰すすとということですつまり浮き輪を投げ入れて何とか息だけはできるが体はまだ水に浸かったまま とという状状態態ではは完全に救われた状態とは言えませんイエス様はマタイ福音書5章4 0節で「天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい」と言われましたつまり罪に陥ったものを救うとはそのものを罪のない創造本然の立場にまで復帰し 創造目的を完成するという意味以外には考えられません神の救いの摂理は人間を本然の位置に戻すすなわち復帰摂理であり人類歴史は人間を創造本然の善の世界にまで救おうとされた復帰摂理歴史であるということが言えるのです。 したがって歴史の目的は復帰設立歴史の目的ということになりますので本来の神の創造目的である地上天国を実現することにほかならないのです。人類歴歴史史が神の復帰設理歴史であるという考え方は今までの宗教や哲学には全くなかった新しい 概念ですしかしそう考えてみますと終末という言葉の意味もその真の内容がおのずと見えてきます。つまり人類歴史が復帰設立歴史であり神が救いを完成させると決意される以上救いの完結すなわち神が目指した創造本然の地上天国が現れる時代。 言い換えれば復帰理歴史がが終わりりを告げる時代が必ず来ななければなりませんつまりサダン主権の罪悪世界が神の創造理想である三大祝福が成就される神主権の世界に転換される時代が必ずやってこなければならないわけです。そのような時代のことを終末とます。 いうのですそれゆえ終末とはキリスト教徒たちが信じてきたような天変地異が起こる恐怖の時代ではなく創世以降人類が長く待ち望んできた神の創造理想である地上天国が作られる喜びのの時なのですところでこの終末の時代のもう一つの特徴はメシアの降臨を転換点とする という点ですこのメシアとかキリストあるいは救世主とは一体何なのかこの詳細については次回の「メシア論」および「統一原理」の後編で学ぶことといたします。それでは冒頭に紹介した天変地異を連想させる聖句は何を象徴した内容だったのでしょうか。 まずペテロ第2の手紙3章12節13節では「天体は焼け寄せ新しい天と地が生まれる」と記されています一方で「伝道の章」1章4節では「世は去り世は来たる」しかし「地は永遠に変わらない」とも記されています「地は永遠に変わらない」つまり「 神が永遠である以上その対象もまた永遠であると考えることはとても自然なことですでは天と地を滅ぼすとは何を意味するのでしょうかそれはサタンの主権を滅ぼすという意味であり新しい天と地を建てるとは神の主権を復帰するということを意味します また週末には火の審判があると聖書の多くの箇所で示されていますこれに関してはこう考えますヤコブ書3章6節に舌は火であると書かれていますすなわち火の審判とは下の審判下の審判とはつまり御言葉の審判であると考えます 人間は神の御言葉を守ることができずに堕落しましたしまたたがって神は御言葉によって人間を再創造する必要があるのですすなわち復帰設理は人間の心霊と知能の成長に応じた御言葉を中心になされるのですさてそれでは週末はいつ来るのでしょうかそれは今。 がまさに週末であるということができますそれは復帰節理の目的である三大祝福が復帰されていく現象を見てそれを知ることができるのです千年二千年という歴史のサイクルで見た場合まず第一祝福復帰すなわち個性完成した創造本然の人間へと復帰される現象という点では 現代において多くの「霊通人が現れている」などの「心霊の復帰現象」「命を懸けてまで思想・信仰の自由を求める本心の自由」の復帰現象「男女平等・奴隷解放・人権擁護」などに見られる「創造本然の価値性」の復帰現象「博愛主義」などに見られる「本性の愛」の復帰現象 などが挙げられます第二祝福復帰すなわち全主権の世界完成すなわち人類一家族世界の復帰をなす現象という点では人類はさまざまな戦争や分裂闘争を経ながらも全世界的にはキリスト教民主主義的な価値観を中心とした。 国際連合などの世界共同体をししようとしています第三祝福復帰すなわち万物に対する主観性・完成の現象としては内的には地球環境を積極的に保護しようとする風潮や外的には高度に発達した科学技術文明の発達を根拠に挙げることができます。 次に終末と新しい真理という点について考えてみましょう。第1回目の講座「序論」でもお話ししましたように神は堕落して無知に陥った人間を心霊と真理により人間の心霊と知能に働きかけながら創造本然の人間に復帰するよう摂理をされます。 神の心霊と心理は変わることのない永遠不変のものですが一方で受け止めるべき人間の心霊と知能は時代とともに徐々に開発されるので心理を伝える際もその教える範囲や表現の程度や方法は当然時代とともに変わりうるということが言えます。 この例として真理を直接受け入れることができないような時代は真理の代わりに備え物を持って設立されました。孟瀬の時代には立法をイエスの時代には福音をくださったのです。そしてイエス様は再臨を約束するにあたってこう言われました。私はこれらのことを比喩で話したが もはや比喩では話さないであからさまに父のことをあなた方に話して聞かせる時が来るであろう。このように次の週末の時には今日の知性人たちにふさわしい論理的で実証的な表現方法で「神や真理の内容をあからさまに話す」と言われたのです。 つまり聖書の内容だけではなく宗教と科学を統一された課題として解決しうる新しい真理を下さることを約束されたのです。最後に週末における私たちの取るべき姿勢について考えてみましょう。新しい時代の設理は古い時代を完全に清算した上で始まるわけではなく 古い時代の終末期の中で芽生えて成長するのでその時代に対してはあくまでも対立的なものとして現れます実際イエス様の時にも立法主義者から見ればイエス様は理解できない異端者に見えたので結局イエス様を排斥し最後には殺害してしまいました。そして 逆にイエス様を受け入れて従った者は当時聖書の知識などないもっぱら心に感応してくる心霊に従った人々であり祈りを捧げる人あるいは良心的な人たちでしたつまり終末における私たちも何よりも謙虚な心を持って行う祈りを通じて心霊的なものを監督し得るよう 努力すする必要がありますそしてその際には古い観念にとらわれることなくその内容が本当の意味で良心で納得できるものなのかどうかを判断しなければなりません。皆様が今信仰を持っているか持っていないかにかかわらずもう一度謙虚に神に対して祈りながら何が真実で何がそうでないのかを 判断してくださいますことを願いながら人類歴史の終末論の講義を終えたいと思います皆様どうもありがとうございました